よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうもライスゲームズのライスです。最初からクライマックスだぜ。前回はちょっと自爆装置が発生して、まあ下まで逃げてくださいというところからスタートとなります。ですね、一応装備はこんな感じにやってます。完全フル装備だね。よっしゃさて、完全フル装備のこの状態で、まずどこに行くかというと地下に行きます。おそらく、まあ、地下のところに行ってくださいみたいなとこ。あーっと、まあイベント絶対起こると思ったよ。マーム、マーム、シェリー、 You have to escape。 でもさ、これさ、やっぱレオンとさ話は若干違うんだね。 Forgive me。 え、違うわけねえか。レオンがブッて倒した後にシェリーたちがここに来たわけか。シェリー、じゃあ話は繋がってるって感じだ。じゃあエイダー下に落ちた後か。エイダーって言った後か。あ、で鍵持ってる。確かどっか行けない鍵あったよね。えい、あ、アイテム使っちゃおう。あ、てか俺ボウガン忘れちゃったよ。まあいいや、せっかくボウガン持ってきてるのよ。ボウガンの弓だけ。バスターキー。よっしゃ、行くぞ。お、これな。ハンドガンか。あ、一発も入ってない。じゃあ、この奥だな、とりあえず。あー、じゃあもうこれ最後だな、完全に。あれ、あ、戻るわけみたいな。あれ、あれ、赤いところじゃなかったっけ、青いところだっけ。あー、このマスターキーで、あそこの、あの、入れなかったとこ行くんか。なるほどね。あれ、え、どこに行くんだ。あれ、レオンはさ、あ、赤い方のさ、ドアのとこに行ったような気がするんだけどな。あれ、シェリー何してんだよ、早く行くぞシェリー。もう花瓶捕まるんじゃない。ほらほら、行くぞ。ほら、来たか。はい、もう手つなげよう、イコみたいにさ。まあ、イコっていうゲーム知らない人は分かんないと思うけどさ、手つないでいけよ。さてさて、戻るわけにはいかないけど、こっちかな。え、これどこに行ってるかさっぱり分からん。あ、マスターキーってそういうことか。オッケー、エレベーターの奥か。こっちやぞ。ほらほら、よーし、やっと分かったな。いや、絶対最後だろ、これ。間違いねえわ。間違いないっす。あ、ここ、これでマスターキー使うんだろ。マスターキー。オッケー。全然わからん。あ、これ繋がったよーっていう感じか。で、マスターキー使った後に、降りますか。はい。ボウガン持ってくればよかった。まあ、大丈夫だろう。ハンドガンがいっぱいあるし、グレネードランチャーもかなりあるからな。多分、火炎弾とかよりも全然強いはずだから。最後のな、ターミネーターで、あの溶岩で落ちたタイランド、あいつ、あいつが強くなって登場するから、間違いなく。お、いいね。これで全然動けんのね。あー、なんだ、イベントかい。全然動けないとよ、と。はい、動けし、急いでるなら動けし。発射準備をしてくる。もう実はこのブザーずっと鳴ってから、あのずっとゲーム起動したまんま1時間ぐらい経ってる。じゃあどうするんだ。マスターキーもなんもないしな。反対側か。ほら、この階段いらねえだろ。坂にしてほしいよ。おえー、どんどん行くぞ。あ、これゾンビいそうだな。絶対ゾンビいるだろう。ゾンビ、ゾンビ。いや、タイラントいそうだな。でもいそうな、ほら雰囲気醸し出し大きい。しかも、お、なんかあるし、なんかあるし、セーブできる、最高じゃん。ホームの鍵、あー、あ、これで出るってことか。いや、これどうしよっかな。ボウガンが使えなくなっちゃうからな。これ直して、あれだな、あれを
こいつを持っとこう。よし、オッケー。あー、セーブはいいや。セーブはいいでしょ。負けんよ、こんなに装備強かったら。こんなところでね、セーブなんてするね、やつなんてね、アマちゃんだよ、アマちゃん。とか言いながら、セーブしとけよかったとか言うんだろうな、俺。フラグだな。多分この鍵を使ってなんかするんだろう。ホームの鍵、どうしたらいいんだこれ。わかんねえよ。待ってよ、わかんねえよ。ここに赤いボタンあんじゃん。これ違う、これも違う、これも違う。なんか機械いっぱいあるんだから、動けよ、動け動け動けよ。出るんかな、一回。ホームの鍵、何使うんだろう。いや、出れるってことは、なんかあるんだろう。あ、とりあえずシェリーを置いていっただけって感じか。じゃあ他のところに電気供給のところがあるんだろう。まあ、シェリーと一緒に、まあゾンビ戦えんしな、実際。あー、これ最終決戦だな。あー、間違いないっすわ、最終決戦っすわ。あれ、あれ、戻るわけにはいかないって一瞬今。あー、戻るわけにはいかない、意味がわからん。待って、じゃあどこに行けばいいんだ。どっか道あった、一本道だよ、ここ。待って、ここでもなんもないもんな。どうしたらいいんだ。左はなんもないし、共有されてないけどなんもないもんな。あー、こっち側か。あ、ホームの鍵ってこっちか、そういうことね。あー、なんだなんだなんだ、そりゃ迷うぜ。新しいところなんで、そりゃ迷うぜ。さてさて、おい、へい、ここは、お、こっから5分前になるんか。あ、うわ、タイランド出てきそうだな、ここ。あー、読めた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 ぞ。ここでタイランド戦って、最後こうわーってなって、わーってなって、わーってなって、最後レオンとわー多いな、最後レオンを助けるって感じか、そういうことだな。よし、間違いねえぞ。よし、とりあえず渡って奥に行ってみよう。反対側も奥に行けたような気がするけど、これな、お、あ、これが電力のやつか。お、これもしかして2つ、うわ、マジかよ。いや、多分戦いがあるはず、どっかで戦いがあるはず。とりあえず後ろ行くか、後ろのこっちの扉に、レッツゴー。オッケー、やべ、急がなきゃ。何をやっていいか分からんときはマジで急がなきゃ。急げ急げ、あ、来るか。あ、これもしかして、これ往復するとかそんな感じかな。あー、来てる来てる来てる。あ、ここだここだここだ。あー、なるほどね、やっぱ往復するんだ。あ、同時にセットしないといけないの。どうしよう、これ組み合わせです、全部入らんの。うわ、入らんし、どうしよう。どうしたらいいんだ。うわ、回復はできないしな。うわ、どうしよう。うわ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 、マジか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 。うわ、マジか、どうしよう。うわ、あと3分、あー、あと4分、やばいやばいやばい、まずいまずい、どうしようどうしよう。これ、うわ、どうしようもねえぞこれ、なんか捨てなきゃ。これどうしようもねえぞこれ。急にこんなこと言われてもさ、無理なんだけど。あー、どうしようこれ、なんか捨てるか。あー、グレネードランチャー全部撃っちゃうか、全部撃っちゃおう。あー、取れんもんな、くそマジ、これはひどいわ、装備。あー、これはひどいぜ。あー、マジでもったいねー。よし、これで全部入れよう、組み合わせ、オッケー。あ、全部持ってくるんじゃなかったよ。いや、多分これで最後のはずだからな。だからもうラスボスで最後、これはひどいぜ、これはひどいぜ。アイテム2つ持つなんてずるいぞ、
それラスボスと思っちゃうじゃん最後これの状態。ずるいぞカプコン、ずるいぞ。まああんまり余裕で勝たないでくださいってそういうメッセージなのかな。とりあえずはい、オッケー、両方つなぐと。オッケー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 。はい、でハイハイタイランド来るんだよ、どうせどうせ来るんでしょ。分かってるよ、やっぱりね。あと3分15秒しかない、やばい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 。これ逃げてさ、もうさ、もう行った方がいいよね、倒さん方がいいよね。無理だよ、無理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 、セーブしないからさ、もういいからさ。あ、やめて、あ、待て、おいおいおい、よしよし、あ、痛い痛い痛い、ずるいよ、うわ、危ね、うわ、ちょ、待て、ずるい、うわ、あ、待て、はぁ、意味がわからん、はぁ、待って、セーブしてって、バカ野郎、うわ、痛い、ほら、あ、待って、ずるいってこいつマジで。うわ、こっち動けねえよ、こっち、くっそ、マジ全然動けねえんだけど。よし、来た、動けて、うわ、くそ、行けれねえじゃん。あ、無理、回復、くっそ、最後の最後で、ふざけるな。お、直したんじゃない？お、来た来た、これを使って、あ、来た、RPG7 来たよ。これ誰？あいつ誰？待って、待って、はい、あ、これ枠が2つなんよね。あ、だけ最後取らないけんってね。なるほどね。はい、ロケットランチャーを装備して、うおー、痛い、お、アタック、オッケー、ムービー来ると思った。くたばれ怪物、博士死ねえ。パパここはあれなんだな、ワンと同じなんだな、このロケットランチャーは。あ、でもロケットランチャー使い放題今回もありそうな感じがするけどな。さ、時間ねえぞ、行くぞ。危なかったな。あ、なるほどね、このプラグを2つ準備することによってロケットランチャーが拾えると。この枠、アイテム枠に1000やったらよかった。まあいいや、とりあえず上に登っていくぞ。へい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 、行くぞ。あ、でも案外時間かかるんだな、まだ全然録画12分だから。あ、このまま行けば終わるぞ、いいぞ。で、このねバイオハザード2終わりましたら、しっかり攻略サイトで調べて、うわお、ロケットランチャー装備してる、これはもったいないような気がする。ファイヤー、オッケー、痛そうだな。はい、もう攻略サイトをしっかり見てね、もうね、完全に楽しもうかなと思っております。そしたらこっちかな、こっちで、危ない、あと1分、あと2分しかない。はトンネルゲートが開かれてない、意味がわからん。はふざけんなよ。はこれもう一回外に出る。は待て、やべ、時間、トンネルゲート早く開けよ、何してんだよ。そういうことか、あのゾンビがいた先に行くんか。うお、邪魔、うわマジで時間ない、あ、どこ向いてんじゃん、はい、あ、時間ない、あ、もうないよ、ま、うぜえよ、死ね、もういいや、もういい、1分20秒しかない、やばい、トンネルゲートを開く装置だ、はい、はい、早く開いて、開け、ごま、この開く時にも時間動く必要ねえだろ、おーい、早くしろーい、やばい、時間がない、マジで時間ない、やばい、もうゾンビなんてどうでもいいよ、早く、このドアが開くところはね、タイム、時間たたんでいいわ、いいね、よし、あと1分、これ間に合う、いける、そんなに急がんでもいけるような気がしてきた、お、来たー、はっ、やばいんじゃないこれ、大丈夫、時間進んでない、でも来たよこれ、あ、来た、レオン、お、来た、ディスク1のあれだな、最終回だな、これどうすんだ、ああ、そっか、その中に行くんか、おい、感動の再会、
あで会った時にこういうシェリー誰だよ、あ この子供誰だよみたいな感じだったのか。お間に合ったな普通に。 Are you okay? Yes, Are you okay? Yes! It's over. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. ああ、で1と2はつながってるって感じというよりも無理やりつなげた感があるけど、あれだ、2から3はなんかもう制作決まってたような感じかな。と思ったらラストにあでもロケットランチャー1個余っとけ大丈夫よ。ロケットランチャーもう1個余ってるから、あこれ2人で戦うっていうやつ。あでも動くのはあれなの、強制処理モードになります。2分かよ。 No! What's wrong with this thing? I don't know. The door won't open. 開かないんかい。あ、マジで？どうすんの？じゃあとりあえずこっち行くしかないよな。うわ、マジで？あと2分しかないじゃん。うわ、やべ、セーブしないってだから。セーブしないってだから。ふざけるな、まあ。セーブしなくても15分戻るだけだけどさ。15分戻るだけなんだけどさ。でも死にたくないんだよな。死にたくない、この気持ち。この気持ち。うわーっと、いいね、この緊張感。この緊張感いいよ。セーブしない、この緊張感。どういうこと？誰あいつ？新キャラ出てきたんだけど、新キャラ。なんだよ、こいつ。あ、最初俺が倒したやつだ。で、上に逃げたやつだ。そいつが進化してこんな感じになってるんだ。すごいねー。うわー気持ち悪いめっちゃ気持ち悪い。うわー、これね、ロケランで一発だろ。な、倒すのこれ。長いし。おっとー、ロケットランチャー装備。ファイヤー、何マジかよ。ロケットランチャー撃ったぞ俺。あ、しかもグレネード。どうするどうする、ほらほら、あやこれどうすんの、これどうすんの、どうすんの。めっちゃ撃ってるけど、おお、死ぬ死ぬ死ぬ。なんだよ、死ぬじゃねえか。やっぱグレネード弾強いな。まあ、一発で相当出よったな。 RPG 一発で死ねえ。気持ち悪いな、こいつ。食事中の人はマジ。食事中にバイオハザードとか何や。うわ、気持ち悪い。うわ、はい、とりあえず逃げよう。オッケー。まあ、1分待ったら楽勝だったな。多分倒すだけだろ。で、爆発するから。え？バッドエンド。What? なんだって？ Leon, stop the train. I can't. The door to the control room is locked. What? これやばいんやない？ What is it? Sherry, get back. うわ。クリア死んだんじゃない、さすがに。ああ、上に登ったんか。優しそうだよ。Sherry, what are you doing? We have to stop the train, right? I can do it. Sherry! Sherry! Well, come and get it. これツペルさん死ぬんやない。ツペリー。Which one's the right switch?確かにいっぱいあるよ。Sherry, Claire! おー、いい時に来たぞ。いや、それはやべえ。
おい、レオンやばいな。チキシオやばいぜとか普通に言うけど、普通に人死んじゃうよ。Finally. Are you okay, Sherry? I'm okay. Where's 走れ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 。Leon? Leon! Right here. Leon! You're both safe. 早く逃げろよ。喋ってる暇なんてねえよ。We've got to get out of here. Move it. そうだそうだ、走れ走れ。てかこの列車って爆発するんやない？爆発する、爆発する、わーい。あー、でもこれ実際これ外もさ危険なんじゃないの？ That was pretty impressive back there, Sherry. It was nothing. I saw someone do that on TV once. 分かってなかったのに。We've got to move out. Now what's the problem?Something following us? Hey, we still have a job to do. どこや? Let's go. Go? Oh, you can't mean. Chris, I have to find you. ああ、でここでバイオハザード3に繋がるって感じかな。でクリスを探すたびに行く、これ今から行くぜ。カンみたいな感じなんだよな。おーい、まあバイオハザード地図は正直ね、正直なところ、ディスク2はあんまり面白くなかったかな。やっぱり同じ面で同じような仕掛けでっていうのはね、あんま良くなかったけどね、まあ結構驚かしてもらいましたよ。2はやっぱ友達と言ったら結構面白いかもしれないですね。じゃあとりあえずこのエンディングは倍速もしくは早送りしたいと思います。おお、こんな最後画像があったんだな。お、これサムネだな、これ間違いなくサムネだな。おい、ランキング D。 そりゃそうだよな。クリアゲーム、クリア編の裏のトータルタイムが10時間という感じで、セーブが14回と。コンチュラストレーションでいいかな、一番上のやつは。イエーイ。一応まあ、バイオハザード、まあ一通り終わって、セーブまでして、まあ、今回はここまでにして、次回から、お、これディスクまた言えるんよね。お、これなんか続きあるのか。スペシャルキーを持ってどこかを回収するブラッドに永遠な安らぎを。アイテムを一つ取らずに警察署へ行け。お、なんかあるな絶対。お、マジで。了解です。じゃあとりあえずそれをやってみます。というところで今回はここまでにしたいと思います。次回からは、しっかり攻略サイトで調べて、まあ、僕のね、言ってなかったところとか、まあ、隠し要素とかをね、どんどんね、洗いざらいね、いつも通りやっていこうかと思っております。というところで今回はここまでにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。